プレゼンってみんなやったことあります？プレゼンはね、例えば中学校の時にスピーチとかあったの覚えてるかな？僕もあったんだけど、かなり緊張するよね。やっぱどんな時に嬉しいかっていうと、やっぱりコメントをもらうことだよね。フレンドリーなコメントをもらうと自分も安心できるし、やってよかったなって思うことがある。で、YouTube もプレゼンだと思ってます。なので、ぜひね、この問題の通り、フレンドリーなコメントを、ぜひ動画の後押してくれると嬉しいです。で、まあこれはちょっと冗談として、コメントって言ってもね、いろいろ使い方はあると思うんだけど、基本的にはやっぱ僕にリクエストだったりとか、アウトプットのために使ってほしいんですよね。で、僕も全部のコメントを見るので、ぜひ今までコメントしたことないよっていう人も、もう今日からコメントしてみてください。学びをアウトプットしていきましょう。はい、それではですね、Thanks to Dear なんとかで始まる問題について解説します。Thanks to their comments after my presentation, I feel relieved.Thanks to their comments after my presentation, I feel relieved. この問題、センター試験の2016年の問題です。2016って言ったら僕の2個下の子が受けた年ですね。っていう形で、正答率がちょっと低かった問題です。パーッと見ると、そんなにこう、わけわからないような単語って入ってないよね。だからみんなどうやって解くかっていうと、まあ、本当に意味で解くっていう人がほとんど。だから正答率が悪かった。じゃあ、果たしてこの問題はどういう風に解けばいいのか、そしてこの問題が分かるある一つの裏技があります。それを今日みんなには持って帰ってほしい。それを解説します。はい、それでは解説しましょう。おはようございます、渡です。今回のお題はこちら。一瞬で品種を見極められる LY の超能力。 LY をついた単語を見るだけで形容詞か副詞かが一瞬で分かるある裏技があります。そこについて今日は紹介したいと思います。よーい。はい、じゃあ早速始めます。まずね、この文章を見たときにいつも思うこと、それは必ずここに入る品詞を理解すること。まず、Thanks to their なんとか comments after my presentation、I felt very relieved ということは、ここに入るのは何かっていうと、their なんとか名詞なので、基本的にはもう形容詞だよね。副詞とかは入らない。なぜなら their なんとか名詞だからっていうことを考えると、まず形容詞が入ります。で、ここを見ると言うたらここから形容詞を選べってことだよ。それに気づいたらもうあとちょっとっていうことです。で、逆にそれに気づかないままだと意味だと正直どれも入りうるんですよね。コメント、なんとかコメントなんで。なんで基本的にはそこは本当に品詞がしっかり形容詞でできてるかっていうポイントが一つ。そしてあと、これが裏技にもつながるんだけど、言うよ、この4つの選択肢からパッと見た目で形容詞か副詞を判別できる方法があるよね。もう一回言うよ、LY っていうのを見た時に全員副詞とか思ってる人も多いと思うんだけど、そうじゃなくて LY を見てこれは形容詞、これは副詞っていうのが一発で分かる方法がある。それについて最初に伝えます。その方法なんだと思います。それは名詞プラス LY は形容詞、そして形容詞プラス LY は副詞。すごいすごい。つまり LY っていうのは、なんか僕のイメージは進化系みたいな、進化を促すやつよね。名詞に LY を装備したら形容詞になります。形容詞に LY を装備したら副詞になります。ってことを考えると、まずフレンドってこれは名詞だよね。ナイスは形容詞、プロパーも形容詞、ワームも形容詞。ってことは、名詞に LY をつけると、そうだよね、形容詞だよね。ってことは、あとは副詞。だって1がスッと入る。OK。意外と簡単だよね。ただ、今のことを分かってないと意味だけで選んでしまう。なんとなくで選んでしまう。っていう人が多い。だから、この LY を見るっていうのは、今後別にセンターの問題だけじゃなくて、文法、私立大学の文法だとか。あるいは国公立とか私立合わせた長文や和訳、英訳にも出てくると思う。 OK かな。じゃあ例えば、じゃあフレンドリー、他に名詞プラス LY ってどんなものがある。じゃあ今から3つ、考えてみてください。うん、 OK。 じゃあ言っていくね。1つラブリー、あーいいね。2つ目タイムリー、確かにそうだよね、タイムにリーで。あと3つ目マンスリー、マンス、月に LY、っていうことだよね。マンスリー意外とね、副詞って思ってる人多いんですけど、そうじゃないよ、形容詞だからね。なぜなら名詞プラス LY だから。 OK。 だからそういう風にしたら一発で、仕留めれる。これはもしかしたら次のセンターで出る可能性が高いんですよね、僕的な予想としては。なので、しっかりと覚えるように。じゃああとは深掘りポイントを始めましょう。深掘り深掘りポイントなんですが、今回2つ。まず、Thanks to 何々のおかげで。いきますよ、深掘りポイント1。Thanks to と同じ意味、つまり何々のおかげで、っていうのを3つ考えてみてください。それだと3つですよ。1つずつ言っていきますね。1つが、owing to。そうだよね。これ形式ばった言い方ですが。次、due to。これはね、よく便利に使います。あと3つ目。これはまあ、because of。ですよね。で、じゃあそれ以外になると、例えば普通にその動詞だとしたら attribute to っていうのもありますし、まあ他にもね、いろいろあると思います。で、基本的には thanks to の後ろはポジティブなことが入るので、ね、これはもう遅いといった方がいいっていうぐらいかな。
あとじゃあ2つ目、リリーフ。これは安心した、するっていう意味なんですけれども、これのじゃあ類義語は3つ言うか。1つはリラックス。リラックス、そうだよね、リラックス。2つ目が、これはね、よく多いんだけど、まあ、例えばカーリーとか、それも1つありだし、あとはフィールアットイース。アットイース。安心する。安心させる。気楽にね、感じさせる。そういう意味があります。これ別にそんなセンターにすぐ出るとかではないんだけど、パッと見たときに、あ、これとこれとこれと同じだよねっていう関連付けをやれば、かなり、サクッとね、入ると思います。よく。なんで、しっかり今言ったことは気をつけてやりましょう。深掘り！じゃあ最後に、僕から一つ、口頭英訳を出します。今から日本語を言うので、一つね、感じたことをスッとこう言ってみてください。いきます。それを聞いて、すごく安心したよ。まさかのこれ。それを聞いて、すごく安心した。それを聞いて、すごく安心した。いきますよ。I am so relieved to hear that. ごめんなさい。to hear that. ですね。もう一回言います。I am so relieved to hear that. これでいいんです。もう一回言います。それを聞いて、すごく安心した。OK ですかね。なんで、まあ、この口頭英訳文も、ぜひ、自由に自在に使ってやってみてください。はい、それでは、この学習のまとめはパンダちゃんにお願いしたいなと思います。じゃあパンダちゃん、お願いします。お疲れ様。今日の学びです。名詞に ly をつけると形容詞になり、形容詞に ly をつけると副詞になります。例えば monthly という単語を見ると month に ly だから形容詞、そして really を見ると real に ly だから副詞になります。ぜひ活用してみてくださいね。深掘りパンダです。Thanks to は長文読解によく出ます。因果関係として他の単語も覚えましょう。そして relieved、 これは英作文とかによく使うかな。relieved の他の意味や類義語もぜひこの機会に覚えてね。最後に復習問題を解きましょう。制限時間10秒です。それでは用意スタート。わかるかな。結果はどうだったかな？コメントで教えてください。正答率低ければ解説しますので、ぜひね、続きもご覧ください。来週の水曜日にミーティングが延期される。水曜日にとはあの前置詞が来るよね。え、違うの？ 70% 以上もの受験生が間違えた驚異の問題、果たしてその答えとは。次回、騙された水曜日、お楽しみに。